トリックスターのパッチノート、移動速度 4.4 から、まあ 4.6。これはまあもう、うん、そうだね。まあ、雑に強いな。移動速度上がったから。ナイフ投げのリコイル削除。これはパッド勢の人が助かるんか？でナイフを構えてる最中、ナイフを投げるたびに移動速度が低下するのを削除。これ強いじゃん、普通に。これ雑に強いね。ナイフ投げの速度を変更した。増加。これもう雑強やん。で、列車メーター6から8になった。これ、当てないといけない数が増えるってことね。メインイベント発動に必要なナイフの数。まあ、これ3、これが、やばい。めちゃくちゃ少ない。ただメインイベントの時間が5秒。メインイベントの発動後 0.3 秒以内は、アビリティ発動ボタンを押してもキャンセルされないように変更。うん。コンボスコアのレベルが上がるために次回メインイベントの時間が 0.5 秒増加する。で、コンボスコアレベル。マック、S までいったら3秒か。アドオンがどうなんこれ。これ、ウルアド？ナイフ、あ、ごめん、見切れ取った。ナイフが、あ、ごめん、見切れ取ったかもしれん、これ。ごめん。ナイフが連続で命中するたびに、1%、ああ、なるほどね、そっち系か。最大マックス 7%。で、ボーナスはナイフを外すか生存者を品質となくなる。なるほど。ウェディングフォーユー、これも、おい、天が雑いな、これ、偉い。これ、おいおい、もう文章の左が全部点打ってあるやん。メインイベント発動中、ナイフが命中するたびにメインイベントの時間を。これなんか増加系、俺あんま微妙やと思う。メインイベント発動に必要なナイフが2本。え？フィズピンソーダ使ったらもうやばいやん。無限やん。無限ナイフ補充やん。なるほど。あー、はいはいはい。OK、わかりました。いや、雑強じゃない？トリックスターなんかあれトリックスター、この列車メーターが6から8になったっていうとこが弱くないんだったらバリ強いんじゃない？どないでした？トリックスター、その列車メーター、まあ、6から8になったら 2回も当てなあかんや、前よりも。よし、評価されたトリックスター、いきます。まあ、今回はまあ、きついんじゃないかっていう疑念をあえて指定しました。まずはとりあえずこのメインイベント、やばい、頑張ってる。オッケーで、いや、あれ、わからん、強いんかどうかわからん。見つけた場所が良すぎて。ただまあさっき発動した、とりあえず、メインイベント、まあ、なんか普通通常補充より、メインイベントゴリ押しで発動しちゃって、ナイフ補充する方が楽ってことやんね。まあ、これがウルアと雑に強いっていう、ことらしい。なんで、ちょっとこれ。おっと、いや、これナイフでいくか、あえて、これあえてナイフでいこう。はい、オッケー。でメインイベント使っちゃって、でキャンセルしたらこれナイフが補充されると。やばい、これめっちゃ楽やん。これリロードせんでいいやん。雑に楽。待って、キル速上がってない？あれ、前からこんなもんやったっけ？なんかキル速上がってませんか？おいおいおい、ボットになっとるって、おいふざけんな、マジで。もうトリックスター強すぎて内落ちしてもうてるやん。ちょっと、なんか仕掛けられた。ふざけんな、マジで。ふざけんな、マジで、ほんまに。
ボットになってもうてるがな。おっとおっとおっと。当たってるぞ、長弾で。あー、これメインイベントがあと1本なんだけどな。これ魂で当てるか。いい、当てた。いけるか、ねじ込めるんか。だけど、だけども、だけども、そうするとナイフが補充される。魔法を使っていく。いや無理か、これさすがに雑いか。いやーマジか、あと1本やってんけどな。やはりまあこれはちょっと偽伝を指定したことがあだにはなった。オッケー。でメインイベント雑使いして、でナイフの数増やして、でで、はい、オッケー。まあ、ウルアド使うとそのチェイス中にナイフを補充せんでいいから、まあここであの疑似のあの無限リソースが実現できるってことやな。疑似無限リソース。やばい、ライトかまされた。お前、はい、ありやなこれ。これありっすね。いやもうトリックさが強すぎてもうわかんわこれ。もう幅の苗落ちがもう強すぎて、トリックスターが。で雑にこれやっといて、雑使いして、ではい貯めると。ははっ、ふざけとるやんこれほんま。で、あの解除してナイフを補充する。やべえこれ無限リソースやわ、トリックスター。いやこれはいいね、無限リソーストリックスター。ちょっとサバイバーが内落ちをしてしまったので、メメントしますか。まあでもコンボとしてはこうやって当てていって、ここになく、おいおい、どないなってんねこれ。はい、メメントはあ、まだできんか。あ、違う、俺ギデオン指定したからメメントできんわ。これ強え。でロッカーとかもう、これ待って、ロッカー補充せんでよくない、全部これでいいやん。でキャンセル押して、でこれ速攻ナイフ補充やろ。わお、無限リソーサー。いやいいねー、いいじゃん。いや、これ使いやすくなっとるな、トリックスさん。ちょっと相手がボットやから、なんか微妙な感じするかもやけど。まず移動速度が 4.4 から 4.6 になってるのはマジでグッド。なんかトーテム壊した。グッドだし、このナイフ投げながら移動速度がこれ、落ちないというのも、避けるね、避けるね、ボットさん。いけるんか。あー無理や。
強いじゃん。トリックスター。あ、トリックスターが強いっていうのは、この、苗落ちしたサバイバーたちが物語っているので、トリックスターが雑に強いというのは、間違いないですね。ちょっともうちょっと楽しんでほしかったな。まさかサバイバーが全員切断してしまうとは、ちょっと想定外やわ。まあ、クールダウンが伸びる可能性はあるよね。まあ、一つ考えられるんが。ただ、とコメントでも、みんな言ってくれてんねんけど、ロッカーから一回も補充しないっていうのは、さすがにバカゲ取る。さすがに一試合を通して、ロッカーから一度もナイフを補充しないっていうのは、さすがにバカゲてます。それは。それはふざけとる。いや、ふざけすぎやろ。いや、マジで無限リソーサーやん。マジで五条やん。五条トリックスター悟るやん、これ。すごいな。いや、でもね、いや、俺も、あれやと思うけどな。ちょっとわけわからんぐらいのパワー感あってもいいと思うけどな。まあ、でも、ちょっと、何？ええやん、もう。トリックスターとか、チャッキーとか、なんかその、割とアッパー調整で、実装して、まあ、そっからでもいいんじゃない？その方が、アクティブユーザー増えるんじゃないか？わからへんけど。ええと思いますけどね。どうだろう。いや、俺はいいと思うな。まあ、とりあえず、五条トリックスター悟が強いってことは分かったわ。このままやとかなり楽しいキラーになりそうですね。パークなんかも、パークのことに触れる時間すら、与えさせてくれへんかったわ。ありだな。もう一回パッチノート見ていいですか？五条トリックスター悟の。ちょっとごめん、もう一回見させて。割とバカげてるかもしれん。だって移動速度が 4.4 から 4.6。まあ、ここはまず純粋強化やん。で、ナイフ投げのリコイル、まあ、俺はこれキーマオやからあんまり関係ないんだけど、まあ、ここも強化。で、ナイフを構えてる最中、ナイフを投げるたびに移動速度が低下するの削除。まあ、これ強化。で、ナイフ投げの速度、これ強化。で、ここの強化が、ここと相殺ってことやね。列車メーターを6から8。まあ、2ゲージ増えたんやけど、まあ、結局、結果的に速度上がってるからあんまり変わらへんってこと。これがバカげてるわ。メインイベント発動に必要なナイフの数を30から 6本に変更。これがバカげとる。うん。これのおかげで無限リソーサーになってる。で、メインイベントの時間が、ま、10秒から5秒。これもあんま関係なかったな。賞味。まあ、なかなかメインイベントをこう発動しきってダウンにつなげるっていうのは結構難しいから、もう純粋なナイフ補充のリソースとして使うのが強いかも。プラスダウン取れたらおまけ付きみたいな感じ。雑に強いな。うん。いやー、これ雑強ですね。あとはなんかこんな調整も入ってるけど、もう賞味、ここがもう決め手やな。割と。トリックスターマジで、ありだな。てかもうなんか状況適応能力がナーフされた云々が、霞むレベルの。あれ、状況適応能力なんかありましたみたいな。あ？なんかあったみたいな。そんなノリじゃない。あれ、状況適応、かっこ、わら、みたいな。